はい。はーい。こんにちは。全然久しぶりです。何ですかこのビルは。プロデューサーの善太さんです。イエイ。で、あのドラムテックの佐野さんも一緒に今日遊びに来てくれたんで。ちょっとお願いします。どうぞ。お邪魔します。はい。どうも。どうですか、ね、この見た感じどう？いや、鉄筋コンクリートですね。鉄筋コンクリートですね。そりゃそうだ。そりゃそうだ。なんかおしゃれ。まあでもこの木の温かさもやっぱり、はい、なるほど。そうこれがこだわり。おお、階段。あ、本当だ。そう、やっぱり鉄筋コンクリートだけで冷たいでしょ。なるべくその温かい感じも取り入れて、カチカチですね。そうそうそう。カチカチ。そう。これはその絵を描いてもらう。おお。はい。おお。すごい。そうです。でこれはリモートロックになってるんで、あ、毎回これランダムに変わるんですか。ランダムから。おお。そのお客さんのそれだけの番号がメールで。そうそうそう。メールで。もう最新の。ハイテクの、ハイテクちょっと見たことないです、リハスタでこれが。おぉ、すごい、高いですね。すごい。あ、新築のいい匂いがするで、まあ、ちょっとこだわりポイントとしては、はい、ステージの広さに結構似てる、はいはい、ですね。だからこっち向いてシミュレーションでこう切ることになって、はいはい、すごい。本番を想定して練習ができると。うわ、カロンですよ。すごい。僕はバーチキットを置きますね。何を隠そう、まあ、こんな売れっ子プロデューサーでありながらも、俺のドラムの生徒でもあるから実は全然来へんね、最近なんか、ね、コロナになってからちょっとあれですね、ちょっと休んでるけど行きます。またちょっとまだね、タドットタドットちょっとやってる、タドットこの、あ、いいですね。これスーパーソニック。あ、これ僕でも弾いたことないかも。弾いたことない。いいですね。じゃあちょっと後で。うん、これで何じゃあるんですか。これでもね、20弱ぐらい。おお。全ちゃんちのちなみにスタジオも、はい、まあ、同じ川口にあって、はいはいはい、で、なんとここの作ってもらったアコースティックエンジニアの、はいはいはい、しかも担当者の社長の入り混じりさんまでドンピシャで一緒で、はいはいはい、で全ちゃんもそこで作ってもらってるから、そうそう、まあ、作りに似てるわけ、うんうん、ここはやっぱ響きにちょっとこだわってて、はいはいはい、特にドラムのためにその床やねんな、はいはい、で床って二重床やん基本的には、はいはい、そうですね。で日本のレコスタって基本両方ともコンクリートっていうのが主流で、うんうんうん、海外は、うん、あのコンクリートと木だ、乾式床っていうんやけど、うんうん、それが主流で、ここを作ってもらった時に最初もうコンクリート二重でずっと進んでたんやけど、はい、なんか急に俺がニューヨークで勉強してた頃の、はい、その思い出したわけ、はい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 、あの響きなんかそういえばあのバスドラがめっちゃ膨らんでたわけ、はい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 、めっちゃ気持ちよかったわけよ。で日本のスタジオってどこ行ってもなんかバスドラが硬いなっていうのがあって、急に俺があのギリギリというか、うん、設計中に入り混じり、すいません入り混じりさん、まあなんかそういえばあの頃の音が忘れられなくて、うん、そこをここで話した、あ、それは鑑識ですねって言うから、へえ、今カロって帰れませんよねっつって、買いましょうもう全部材料とかもう調達してたのに、切り替えてもらって、で全部屋鑑識、めでたく鑑識なんで、この響きはこれ、はいはい、あの響き、じゃあうちもそうかもしれないです、だとしたら、そうかもしれないね、あ、いいですね、もうこれでいいもん、分かるもんね、分かるもんね、そうだよね、そういうことだよ、ね、そう、バスルームみたいな、そういうことなんですよ、全ちゃん話が分かるね、早いね、それね、じゃあ次しますか。うん、トイレのちなみに全然おしゃれです。お、はい、本当だ。あ、いた。綺麗。綺麗だ。じゃあトイレしてね、もう帰る。後で帰ります。で、ここが、はい、まあこれは。おお。ちょっと勉強しっかりだと思ったんでしてこれがあれだから、女性のお客さんとの安心、はい、青をやってますね、僕はベースと、僕はベースとギターのためのお客さんです、うん、
だからドラムセット置いてなくて、僕は逆にドラムに特化してる。おお、そうそうそう、ポジションでやったら、あれが本当に集中して落ち着いてできると。すごい。もう鏡に向かってやるから、ちゃんと本もチェックして。はいはいはい。で、まあ、ここにも全部届くところに、ほら。うんうんうん。まあ、これで自分の音源、そしてやった上から、そっか。音を聞きながら練習できる。すごいですね。まあ、本当の意味でドラマーのための部屋、個人練習。集中できますね、これ。集中できる。で、色もほら、全部合わせる。はいはいはい。あ、本当だ、ドラムセットって。そうあれだ、ドラムセットを先に選んで、はいはい、そのドラムセットに合わせて色をつく。すごい。あ、もうドアもつもんね。そう、ドアもそうやって。あれも見てある。あ、本当だ。あれちゃんと自分で内緒にしてこう。糸もそれ、あの、手芸屋さんにぴったりの色を買ってきて。あ、そうなんだ、ね。ここの写メ撮っていって。へぇ。こだわりが。こだわりが詰まってますね。詰まってます。ターコイズ部屋です、ここ。あ、なるほど。ターコイズか。ターコイズか、これターコイズなんですね。ね、いい色。でしょ？もうこんな感じ。あ、そっか。さっき言ってたやつ。あ、ちょっと広い。ちょっと広くて、あの、3人か5人ぐらいでバンドが、一応バンド連ができる部屋で、ここはあの女性が人気ですね、色的には、ね、うんうんうん、ルビーの色。へー、でドラムセットもルビーカラー、ワインデッドの色。すごい、全部合わせてすごい、で、まあ、入ってるんで後でね、ちょっと見てみましょう。これだから全部屋カノープスのセット。そうですね。でしかもカノープスの中でもなんかいろんなほら、はい、グレードがあるから、いい、まあ、いろんな一番安いセットから、はい、一番高いセット、はいはい、もう全部、逆にそれをほら試してもらえるやんか。すごい。すごい。で、次。おお。いいの。あ、全長の色よ、これ、オレンジ。お、お、お、広い。うちのウィンチもいいですね。そんなことない。うちの色ベンちゃんのオレンジ多分もっとこう濃ゆい感じの激しいと思う。そう。明るい、ね、こっちもこれよりもうちょっとあれだけど。俺もベンちゃんもこれは今オレンジ大好きやけど、もともとはオレンジめっちゃ俺好きやって。死ぬほど。だからほらこの俺のセットもオレンジや。おお。僕はオレンジ部屋で、はい、オレンジのセットと黒いセット。はいはいはい。まあ2台横並びで。うんうん、まあ、一緒に練習をできる、ドラマー同士で2台が鏡に向かっているって、これはもうないやろ絶対、うんうん、あ、じゃあレッスンもこの部屋が割と多いんですか。そう、ドラマのレッスンは、まあ、俺のレッスンは隣の部屋でやってるんですけど、す俺以外のドラマの講師はここでレッスンをしてる、うん、あ、じゃあ平子くんとかがやってるの。そうそう、レッスンして、若い頃に、はい、こういう部屋があった方がいい、うんうん、よかったなって思うのを作ってみて、うん、そっか、かなっちゃったんですか、ね、かなっちゃった駅から何分ですか、ここは。4分、4分、歩い徒歩4分、徒歩4分、徒歩4分だそうですいや、めちゃくちゃ近いですよ、ね、なんか駅、ね、僕車で来たんですけど、駐車場も普通にいっぱいある、いっぱいポコポコありますね、ありますね。ピアノもこれ横並びですよ。全ちゃん、ちなみにここでピアノも習ってくれてたやんか。そうですね。だからここで横並びでやってたの。あ、そうか。やってんすね、こっちはこれ。これ何、開けていいですか。これ何だ。これはコルクなんだ、普通の。なんかあれですね、奥行きが。あ、すごい。結構すっきりしてよくない。全ちゃん、音楽楽しみまくってるからね、ほんまにもう。こんなあの有名プロデューサーやのに、普通にここのスクールに発表会とか出て普通に楽しんじゃってるからね、これドラム叩いて。もうそれがあれなんよね。いいっすね。へぇ。趣味と実益を兼ねた究極の人やね。いやいやいや、これからしたら。じゃあ、ちょっとお待ちかねの G やろね。あ、すごい。これなんで型が入ったんですか。これあの、あ、これ書いた、そうそう、全部これ、あの、もともと、あの、まあ、ハードドラマっていうのをあえて作ってもらったんやけど、はい、あの、いろ、あの、宇田川ノリトさんっていう。下一回のもこの方。そう、同じ画家で。俺のなんか、たまたまやけど、親父のいとこ。はい。って言ってもらって書いてもらった。いいですね。いいな。で、テープを飛ばして、はい、ラップ1位部屋です。そっか、はい、おぉ、おぉ、全部これが、これが、これが、ね、
かの有名な、まだ世界に5台しか存在しない。あ、そうなんですか。そう。これ、やばいよ。